はい、図書系です。はい、こちら本系225なんですけれども、紹介した銘柄がですね、紹介した時点を100として、どのように推移してきたかっていうのを紹介していく動画となっております。はい。で、引き続きですね、リライアが、落ちず、上がらず という感じですが、日本エスコンがですね、徐々に戻してきましたね。で、今回からこちらのグラフはですね、100%超えのところなんですけれども、はい。で、その中でやはり強いところが、ここ。7番、知能がですね、徐々に上がってきました。ここはいい感じにですね、ぐい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 上がってきておりまして、いい感じのチャートにもなってきてるところです。で、あと、アクリートは継続していいなと。で、あとですね、地味に、ここのタスキもですね、いい感じになってきました。で、あとは、ずっと注目している日本電気ガラス。日本電気ガラスもぐいぐい上がってきて、いい感じで、まだまだ配当利回りも高いので、いいんじゃないでしょうか。商品価格がまた上がってきてるので、脱レアアースの電池というところで、そういうところで注目される、安いんじゃないかなとも思っております。で、そういった中で3話のゆかちゃんがですね、3話ゆか工業、いまいちちょっと上がらずで、今日、そこそこいいかなと思ったんですけど、ちょっと売られちゃったというところで結構差がありました。はい。で、OS 工業はどうなのかというところで明日見ていきたいと思っております。じゃあ今日も頑張っていきましょう。